それではただいまより西村大臣閣議後会見を開始いたします。まず冒頭大臣からお願いいたします。はい、本日冒頭一件お話をさせていただきます。昨年の1月より開催しておりました宿舎事業を中心とした国立公園利用拠点の面的魅力向上検討会に関してご報告を申し上げたいというふうに思います。この検討会では国立公園満喫プロジェクトの新たな展開として民間事業者からの提案をいただきながら宿泊施設を中心とした利用拠点全体の魅力を向上させる事例を創出することを目指しまして、その取り組み方針を検討してまいりました。本日午後に開催されます第6回の検討会におきまして取り組み方針について取りまとめの議論を行う予定でございます。私もこの検討会に参加する予定でございます。今後は本日の検討会を踏まえた取り組み方針を決定してまいります。それに基づいて当面集中的に取り組みを進める先端モデル地域の候補となる公園と、さらにその中から 1,2 カ所の実際のモデル地域を選定して世界の旅行者の皆様の憧れとなるような最先端の宿泊体験を提供できる事例の創出、これに取り組んでまいりたいというふうに考えております。また皆様からご協力いただいておりました国民運動の愛称募集、昨日までの時点で5597件の応募がございました。22日の締め切りに向けて、ぜひ皆様方からのご応募を期待しているところでございます。冒頭以上です。それでは各社の皆様からご質問をお受けいたします。ご質問がある方はご所属お名前を述べてからご質問ください。それではまず幹事社さんお願いいたします。はい、ありがとうございます。産経新聞の米沢です。幹事社からの質問ですけれども、今冒頭発言でございました、先端モデル地域についてなんですが、具体的にはどのようなプロセスを踏んで、決めていくのか、今後の方針を教えてください。この先端モデル地域は2段階で選定をいたします。まず候補となる国立公園を複数抽出するために今般取りまとめる取り組み方針を踏まえまして、有識者等を含めた専門委員会を設置して忌憚のない意見交換を行っていただきながら7月に選定公表することを予定しております。次にこの候補公園につきまして、自治体と連携して基本構想の策定や実現性の検討を行います。その検討状況を踏まえて2023年度内を目途として当面集中的に取り組みを進める先端モデル地域を 1,2 カ所を選定することを目指してまいりたいというふうに考えております。それでは他にご質問ある方お願いいたします。今泉さん。時事通信の今泉です。通常国会、明日で会期末を迎えますが、環境省関連ですと、改正気候変動適用法が成立し、直接環境省の所管ではありませんが、温暖化対策を強力に推し進める GX 推進法も今国会で成立しました。今国会全体を振り返っての振り返りをお聞かせ願いますでしょうか。今ご指摘いただいたように熱中症対策に向けた法改正、そして GX 関連法案といったものを無事成立させることができました。また併せて昨年からやっております国民運動、脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを作る国民運動、こうしたものをですね、さまざまな形で今国民の皆様にご理解していただけるように情報発信を進めているところでございます。こうしたものをですね、国会は明日閉会する予定ではありますけれども、しっかり今後も続けていかなければならないと思っております。本日の先ほど行われた閣議後に岸田総理からもですね、各閣僚の皆さんは
国会閉幕後も 閉会後もそれぞれが抱えている政策課題、この遂行にしっかり当たってほしいというお話をいただきました。まさにその通りでございますので、しっかりこれからもですね、環境省として抱えている課題、これをしっかりと実現に向けて歩みを進めてまいりたいというふうに考えております。他にございますでしょうか。川崎さん。テレビ朝日の川崎です。よろしくお願いします。昨日行われた Google プロジェクトのキックオフミーティングで、環境省が実施している次世代への放射線による健康影響についての調査 の2023年の結果が公表されました。で、22年と比べて健康影響が起こる可能性が高いとした人が 6% 増加して 46.8% になったと聞いてますけれども、目標としては25年には 20% にするということも掲げています。担当参事官はショックだというふうに話もしていましたが、このことについての大臣の受け止めをお願いします。今ご指摘いただいたように、環境省による調査において福島第一原発事故によって福島における次世代以降の人に放射線による健康影響があると思うかということで、思うと回答した人の割合が2021年度で 41.2%、 2022年で 40.4%、 2023年は 46.8% でありました。一方で産科婦人科医、こういった馴染みのある発信者からの情報の発信や、また40% の人が誤解しているという聞き方ではなくて、 60% の方が理解していると、こういった表現の違い等によってですね、情報の伝わり方が変わって、誤解の解消が進み、まさに放射線による健康影響があると思うと回答した人の割合は減少したというものもございます。通常のアンケートでは確かに今年2023年度は 46.8% 若干増えておりますけれども、例えば産科婦人科学会の案内といったものを提示した後に調査したものでは 39.1%というふうに減少しているというものもございますので、こういったものをこう踏まえてですね、今年度はこれまでの画一的な情報発信といったものから情報発信者や表現方法を変化させ、そしてその結果風評や差別の元となる誤解の解消、これが進むことを期待しているところでございます。目標として掲げている25年に 20% にするということに関しては変更はないですか。はい、できるだけ早く多くの国民の皆様にご理解をいただき、そうしたことが繰り返しになりますが、風評被害、また差別の解消、こういったものにつながっていくと思います。できるだけ多くの発信を環境省としてもやってまいりたいと思っておりますし、ぜひ報道機関の皆様においても、そういった意味で正しい情報発信にご協力いただければと思っております。林さん。NHK の林と申します。今の放射線失礼しました。放射線影響の情報発信の関係で、私も昨日 のセミナーというか、Google プロジェクト拝見して、大阪大学の先生からいろんな情報発信の仕方などアドバイスを受けて、でかつ実際に効果があったというものを進めていくということなんですけれども、一方でそれでも表現が、昨日のやつですけれども、4割の人という大きな数字は変わっていないという中で、このままの形でその今している情報発信というのが本当に国民に届いているのか、情報発信の仕方そのものが何かもっと改善の余地があるのかっていう、そういう考えっていうのはございますか。
先ほど申し上げたようにですね、これまでの画一的な情報発信、これからこの情報発信の発信者や表現方法、これを変えていくということは重要だというふうに考えております。今ご指摘のあった大阪大学の先生方などのですね、協力も得ながらですね、こういった方法での調査を行ったところでありますし、それを結果を踏まえて、より良い伝わりやすい情報発信、これをぜひ進めてまいりたいというふうに思っています。よろしいでしょうか。それでは、馬場さん。すいません、河北新報の馬場と申します。昨日なんですけども、復興庁とウクライナが震災復興に関して、ウクライナの復興に関しての覚書というのを締結しましたけども、環境省としてもやっぱり瓦礫の処理とか廃棄物処理とか、いろいろ日本の環境省蓄積がこれまであると思うんですけども、その辺について協力とかこういった覚書とか、そういったこう締結するという連携を締結するというようなお考えはあるのかどうかというのをちょっと伺いたいと思います。これはCOPにおきまして、まだ馬場記者がこちらにご就任する前ですけれども、ウクライナの環境大臣と同様な協力の覚書を締結しております。今焦点はですね、東日本大震災、また神戸、等々のさまざまな災害の後の瓦礫の処理、そういったノウハウを持っておりますので、そういった面において協力を行うということの覚書を締結しているところでございます。それでは本日の会議は以上で終了いたします。ありがとうございました。